ショパンの原曲の楽譜、ラフマニノフは後半を削除して主題とした。ショパンの主題による変奏曲作品22はセルゲイ・ラフマニノフのピアノ独奏のための変奏曲である。1902年から1903年にかけて作曲され、1903年に出版されて、同年2月に作曲者自身により初演された。フレデリック・ショパンの前奏曲、 第20番派単調のコラール風の主題を22回変装する膨大な展開を広げる作品。もともと原曲はアルフレッド・コルトに想像とあだ名されている短いながら曲風壮大な作品であり、憂鬱な単調作品に名作を残すラフマニノフの得意とも言える。 特に原曲の複雑な半音外火星は、素材としても適当で、名人芸と素材の火星から引用した、複雑な旋律が繰り広げられている。なお、ラフマニノフは初版において、任意で第7、10、12変装を省略し、第22変装のプレストを省略して、波長長で終わらせても良いと明記している。ちなみに、フェルッチョブ像にもこの主題による、 ショパンの破綻調前奏曲による変奏曲と自由な形式の風が作品22とショパンの主題による10の変奏曲を作曲している。言及するもの以外は破綻調4分の4拍子。ありがとうございます。